やす子さん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは水瓶座のあなたです。新しいことを始めるのに最高な一日、やってみたいと思うテーマを探してください。ラッキーパーソンは漫画が好きな人です。5位の双子座の人はワクワクするイベントがあるかも。普段やらないことに挑戦しましょう。6位のヤギ座の人は望み通りの提案をされそう。あえて主導権を人に委ねてください。続いて9位のおうし座の人は責任転嫁され火の粉が。決定権が誰にあるのか確認しましょう。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、さそり座のあなたです。想定外の出来事に動揺してトラブルに発展。慌てて動かず冷静に状況判断して対処してください。でも大丈夫、そんなさそり座の月を回復させるラッキーメニューはキュウリの梅和えです。